皆さんおはようございます。2021年1月7日になりました。緊急事態宣言の日だというふうに思います。えー、昨日もですね、国会からあのこの間の経過についてお話をさせていただきましたけれども、今日15時と16時から議会運営委員会、立憲民主党からはですね、枝野代表が 出てそして、えー、総理と議論をするということにしたいと思っていましたが、えー、やっぱり菅氏隠しですね、出てこんですね、だって、本部長ですからね、あの皆さんもいくらその日本のメディアが統制されてるからといって、ですね、世界の動きはご存でだと思います。 直接国民に語りかけているのはそこのトップですよねアメリカだってそうイギリスだってそういやあのそういうこういわゆる P5 っていう国だけではなくてですねほとんどの国がトップがこの危機にあたってはリーダーシップを発揮するわけですでそのリーダーシップの中には国民とのコミュニケーション能力というものもありますが まあそれをほとんどご自信がなくていらっしゃるんでしょうか。であれば、やはり、もう昨日も一斉に週刊誌があの書くんだと、今日発売にですね、言われてますが、早くお代わりになった方がいいと思いますあの。トップがコミュニケーションできないと、まさに枝野に変われです。枝野に変れ 枝野さんはずっと危機管理、本当に私たちも大変な危機を乗り越えてきました。一緒にですね、最初にやった時は金融危機でした。金融再生法っていうのを作って、あの頃はもう24、5年前ですね。ですから私たちも政策新人類と言われて、そして若手が中心となって党派を超えて、 金融危機を超えていく。もう銀行もバタバタ潰れ、企業もバタバタ潰れてる中で、まあ本当にやりたい放題。今だけ金ねる自分だけのことをやってきた。その人たちの付けをですね、多くの国民が果たされたわけです。で、今回の緊急事態宣言にしてもですね、気温が下がり、そして政策、政策が後回しになり、で、 やるべきことをやらずやってはいけないことをやるその結果はもうずっと言い続けてきたことですねで医療の現場もう、えー、救急で運ばれてもですねえー、いくつもたらい回しをさせられると昨日も悲鳴が私のところに届きました私のところでも届くんですからあの皆さんももう経験されてる 医療の現場の人たちも経験されているというふうに思います。だから医療の代表者って一体誰なのかというのもつくづく思いますね。あの、昨日医師会の方がですね、いろんなお話をされました。あの、まず多額の献金をなさっている自民党さんに会食をやめろとおっしゃってください。 国会全般にそのピントを外すんじゃなくて。しかも、緊急事態宣言後の広がりを見て、またこれを広げるかどうかと、対象区域をですね。それは逆です。やっぱりね、医療の専門家と安全保障の専門家はやっぱ違いますからね。危機管理の専門家の出番だと私は思います。危機管理の専門家の つまり、危機管理の基本は、もうこれ何回もずーっと言い続けてきましたが、ミニマックスです。最悪のことを極小化する。一番考えられる、考えられるですよ。想定される最悪のことをですね、最小にしていく。特に感染症との、に対応するにはですね、これは、えー R0。R0。R ノートって言ってもいいかもわかりませんけども、この、基本再生産数が一体この新型コロナウイルスはいくらだったのか。まあ、かなり高いですね。基本再生産数。それから、実行再生産数が今いくらあるのか。そのことを、つまり加速度ですね。感染の 広がりが、この坂を登っているのか、このグラフが、どんな急な坂を登っているのか、7日平均、14日平均、28日平均で見てどうだ昨日、約6000人近い方が日本全体で感染が確認されました。もう東京は1500人を超えました。で、これ、今ある数字を単に 二次関数的に並べただけじゃダメなんですよね。地域、医療の提供体制が薄いところ、昨日九州だけ見ても相当多くの感染が確認されてます。差がだけがですね、3人だったんですね。で、例えばこの九州が分かりやすいんで申し上げると、医療の提供体制、これとの、まさに掛け算なんですよね。 足し算足し算引き算をやってる時じゃないんですよ。で、ミニマックスっていう、その、危機管理の基本。これを考えるんであれば、もう早速、愛知、大阪、もう入れないって言ってますでしょそこの知事。本当にそれでいいんですか実行再生算数いくらですかだから本当になんていうかな、リーダーによってですね、 命が守られるか守られないかっていうのが、あの、区別される。その分け目が来るっていうのは、如実に現れてます。だから、安全保,保守っていう人たち、皆さん、あの、安全保障を、あの、自慢してきたんじゃないんですか。ね、自慢してきたじゃないですか。アメリカのね、戦争屋に、アドジャストすることが、 日本を守る最高の道だと。自分で考えてないからこうなるんですよ。戦争屋様のですね、おっしゃる通りにすることがいいことだということで、装備品はう,うなぎ上りに買い、でも物は来ず、ホストネーションサポートは世界の半分を我が国が払い、我が国というか国民に払わせ、そして今のような、 安全保障環境はどんどん、どんどん厳しくなるばかりって、そう、おかしいでしょ。つまり自分の頭で考えない人たちは、やっぱり国会議員になっちゃいかんということだと思います。で、1月6日、昨日ですね。これは私にとっても去年の私の負けの日です。去年、まだパニックになるっていうことをやっぱり恐れたんですよね。 あれほど多くの、あの武漢だってそうですよね。もう今は、彼らの姿はネット上にないですよ。その後ネット規制をされて、そしてもう、ある人は逮捕され、ある人は、この新型で亡くなったのかもわからない。でも彼らがそうやって、あの、私たちに伝えてくれたこと、その伝えてくれたことをですね、 その時の私のあの、問題提起の動画が今も残ってますが、そこに書き込んでるあの、皆さんの言葉、どんな言葉だったかって、あの、残ってまるんでですね、またあの、わけのわからん妄想にとらわれてる。また、Google Earth で感染が見えると思ってる。そんな、 もう本当にこう心ない言葉をいっぱいもらってるんです私が私にもらうものは別にいいですよでもねそんだけ言ったんだったら責任を取ったらどうですかまあどうせすぐ逃げ出すんでしょうけどねで今回1月6日やっぱり私にとっちゃ負けの日にしちゃ絶対いかんと思います昨日私一番強く言ったのは B117 のことでした。変異株ですね。イギリスの。それから南アフリカからの変異株はもっと変異のスピードいや、変異のスピードというよりも感染拡大力が強いというふうにされています。で、それは今までのものと違い、子供若年層にも大変大きな リスクとなるんじゃないかということが言われてます。で、今日、緊急事態宣言が決断をされて、そしてその後ですね、明日また、野党合同ヒアリングの感染実態解明チームをやります。で、そこでは、子どもたちに対するリスクをどう見たか、医療現場の逼迫をどう考えているか、RT、 RT をどう見てるのか、データを持ってきてくださいっていうことを言ってます、口でですね、なんとか頑張ってますって、あのなんとか頑張ってますじゃないんですよ、あの国会におられない方はあの、今の忖度テレビをご覧になってですね、あ一生懸命やってるんだと、全力で取り組むとかね、その言葉だけを、ね、聞く、聞いておられる方々も多いと思います。 でも、現実は数字に現れてきます。いや、一人、お一人お一人の、昨日の5900を超える、それを、その人が、方々、そして、お一人お一人の亡くなった方、これは数字じゃないんですよ。本当の私たちの大切な人であり、亡くならなくてよかった人たちなんです。そして今なおですね、あの、昨日、一個嬉しいニュースは、あの、私の友達の、 立憲民主党の山口拓さん。彼はルーツが佐賀にあるんですね。お父さん、お母様、佐賀の方です。彼、もう本当に、あれで軽症なんですかね。41度を超える熱、繰り返して、もう本当に苦しそうだったのが、ステロイドが効いたんでしょうか。あの、まあ、炎症薬をですね、処方されて、そして、えー、なんとか退院になりそうだっていう報告が昨日、 Facebook ににっってまましたた本当良かったと思いますでもお一人お一人のですねこの新型ウイルスに感染をしたこの気持ち昨日も今泉真央さんとあの、Z、o o m ミーティングやってたら真央さんの子どもさんもですねこの年末に保育園で新型ウイルスに の要請ということになってもう大変な年末年始を過ごしたということが分かりましたもう本当に身近なんですでも身近になってしまってるんですで,でもそれをですね差別や偏見やそして排除で持ってやろうとする中には今度また罰則まで言い出す人まで出てきたあの今日の緊急事態宣言を受けてですね 特措法の中で刑事罰、あとで B で申し上げますけども、それは、失政のつけ、いわゆる人災のつけを、医療現場の人、あるいは、うん、飲食店の人、その人たちに転嫁するって話でしょ、なんでその転嫁された方がですよあの、刑務所まで行かなきゃいけないんですか。 そう、おかしいでしょあの、医師会の人のお話にもありますが、政治家が反をたれれば緩んだものが治ると。もうそのレベルを超えてるでしょあの、やっぱりね、上からのその統治目線っていうのが、明らかにあ、もう官僚出身の政治家に多いんですけど、お前らは、あの、どうせよくわかってないんだから、 よく分かってない人たちは力と罰則で、あの、締め付けてやると。たまーにそういう政治家いますよ。でも違うでしょ。ここまで無意無策を続けながら、一生懸命頑張ってきたのは国民の方じゃないですか。持続化給付金はじめですね、家賃補助も制度は作ったけども届かない。いい加減な中抜きのシステムで、 結局、昨日1月15日でもうやめるという発表をするわけでしょう。<laughs> 本当にどうかしてます。だから、最初、あの東日本大震災の時には枝野ネロって言われました。東京電力福島第一原発事故のこのメルトダウン、枝野ネロって言われました。その後、前回の総選挙では枝野盾って言われました。今度は枝野に変われ。枝野を変われ。 いうことだと思います。今日、あの、1時間なんですよね。まあ私たち国体の力が足りずに、あの、小刻みの質疑になると思います。しかも、総理もテレコンとどっかに、どっかでそれ見てるんでしょうか見てるぐらいだったら自分で答えがいいんですよ。誰が出てくるんですかね西村大臣ですか。か彼に、 どれぐらいの権限が渡されてますか役所の人たちの気持ちもわかります。権限のない人たち。今、あの、開示セクターのクラ、開示クラスターの和田さんがですね、いろんなものを開示をしてくださってます。で、その中で分かってくるのは、役所のレク,レクチャー、役所のレクチャーっていうのは、私たちにするのもあるけども、政務三役にするのもあるんですね。どんなレクチャーをしましたかどんな、 説明を政務三役にしましたかと。まあ、基本の木から言わなきゃいけないようなレクチャーを何人の政務三役が受けてますか。あれだったらね、役所の人たちももうやる気なくしますよ。なんでその人たちに国民の税金使ってですね、あの、高い歳費を払わなきゃいけませんか。今日を超えられない人たちがいる中でですね、多分そういうのは、 やめましょうよ。あの1月6日負けの日にしてはならない昨日も一生懸命言いましたあの学校のこと学校どうするか共通一次試験どうするか今もまだやるのかよその国はそのロックダウンをしたところでは学校も閉じてるけどどうするのかと B117 は1ヶ月遅れたんですよ 発見されて、航空機を止めるまでですね。いや、未だに止まってはないですよ。で、完全にはね。で、そういう中で B117 がどれぐらい日本に入ってるか、これさえ予想できません。予、予測できません。明日聞くと多分こう答えると思うんですよ。お答えできません。ご指摘の根拠はありません。 ご指摘されていることについては、持ち帰って検討いたしますと。何の答えも出さない。何の、つまりないないない。ノー答弁。ノー答弁だったら、仕事してないってことでしょう。で、そこをですね、やっぱり根本から変えていかなきゃいけないというふうに思ってます。えー、アメリカも B でお話しますが、 結局、1月6日何が起きるかっていう話をずっとしてきましたけど、大統領も議会も次の大統領を選ぶには至りませんでした。発砲されてですね、あの、女性の方が、えー、重傷を負われたようです、えー。本当にこう世界があの大きく大きく今まで覆っていた 古く汚いものと変わるときその変わるときはですね結構大きな変動をもたらしますでもその変動の先にはけ決してその絶望の社会があってはならないあのこの先もう今日太陽が雲に隠れようとしてますねでこの太陽が雲に隠れても太陽があることには 間違いないわけです。希望があることは間違いない。だから、あの、皆さんと共にですね、この危機管理の基本、too late,too small, 兵力の蓄積投入ほどですね、問題を深刻化させるものはないんです。予備費もまだある。で、なんでその、尾身会長がですよ、 2月で収まることは難しいっておっしゃりながら緊、緊急事態宣言の期限が本当に1ヶ月なんですか。まあこれは報道されているものなんで、どうなのかわからないけど、まあ昨日の,あの会見見ても、まずは根拠を示したものを出してほしい。あ、これも最後、飛行機見えてますか 飛行機ですね。白い点が、あ,あこれ白い点が動いてるの、おやーった。二回やると自分すごく高いとこ飛んでますね。あの飛行機はおそらく羽田を 飛び立ったもんじゃないこれですあ、ね、あ、今見えた。あもう日差しの向こうに行きましたね。じゃあ少し今日あの飛ばし目のことを言いましたけどもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。最後はこのスカイツリーで。じゃあ、えー、絵を落とします。ごよう。